はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ナナコチャンネルの時間です。で今日は番外編ということで。番外編なんですか？はい。あ、なんでなんで？ナナコさんがまさか新聞に載っちゃいました。どんな悪いことしたんですか？え、悪いことしてないですよ。悪いことしてない？いや、してないです。してないのに新聞に載った。うん。何、なんで載ったんですか？聞きたいですか？まあ、そこまで興味はないんですけど。なんでやねえ、なんか結構デカデカと載ったみたい。そうなんですよ。ねえ、ちょっと紹介してください。ナナコさん聞いてくださいね。はい、はい、ほら、このドヤ顔。いや、実は、はい、9月17日9月17、はい、火曜日、火曜日に東京新聞さんの13面に、うん、番記者、樋口さんが、うん、猫窓の、まあ、初心者、あのお子さん対象の、うんうん、本当に将棋がわからないお子さん対象の、うん、まあ、レッスンを記事に書いてくださったんですよ。あ、ナナコ先生が実際に教えているところを撮ってくださって、取材してくださったということで。そうなんです。はい、どんなの撮ってるんですか？はい、じゃん、こんな大きく。え、これ全部？そう、これ全部。そう、全部ナナコさん。全部私じゃないですけどね、あの、はい、我らが北尾先生がちゃんと。あ、北尾先生、あ、いましたね、確かに。はい、いや、でもこの、はい、こんなに大きい紙面で、はい、まあ、そのレッスンを中心に書いていただいたのは、ね、すごいちょっと私的には衝撃というか、あ、嬉しかったです。女の子を教えてるんですよね。あ、そうなんですよ。あの、樋口さんの、まあ、お子さん2人、なんとなんと来ていただいて、そう、来ていただいて、はい、まあ、初心者レッスンを実際に受けていただいて、うんうん、で、その中様子とか樋口さんがどういう風に感じたかとかっていうのを、セキュララに書いていただいた。セキュララに。いや、でもね、ナナコさんの指導ね、本当にね、優しいんですよ。やっぱ褒めて伸ばす指導もね、心がけられてるんで、まあ、そういうこともね、書いてる記事なんで、ぜひ皆さんお読みになってください。ということで、ナナコチャンネル番外編でした。